南北女子アイスホッケー統一チームを指揮するサラマレー監督が迅速に問題を収集し、最上の戦力を構築する準備をしている。マレー監督は去る22日、中世北道守川選手村で開かれてた記者会見を通じて、南北統一チームへの明確な意思を伝えた。マレー監督は、 初の統一チームを率いることになったという喜びもあるが、韓国選手3人がプレーできないので残念な気持ちも大きい。しかし現在の状況でコントロールできる部分がない。残り時間が少ないので早く準備しなければならないと話した。国際オリンピック委員会は今月20日、スイスのローザンヌで開かれた南北五輪会議で、 南北女子アイスホッケーの統一チーム構成を確定した。これにより南北統一チームには韓国エントリー -23 人の他に北朝鮮から12人の選手が合流する。ゲームに出場する試合エントリーワのチームと同様に20人里だが、南北合意によってマレー監督は1試合当たり3人の北朝鮮選手をいずんばさせなければならない。 マレー監督は、最初は多くの北朝鮮選手が入ってくると思ったが、3人が出場するとしたら、最悪の状況は避けたようだと述べながらも、昨年、世界選手権大会の試合を基準に、仮想リストは構想中だ。正確なことは選手たちが来てみなければならない述べた。なお、 マレー監督は対話が可能なキムドユンコーチを通じて、具体的なゲームノートを作って、北朝鮮選手らに3時間ずつ戦術などを個別指導すると構想している。